ウィリアム・ジョージ・モーガンはアメリカ合衆国のバレーボール考案者である。バレーボール発祥の地であるマサチューセッツ州ホリー・ヨーク市にはバレーボール伝道があり、バレーボール考案者として1985年に最初の伝道入りをした。1891年にマウント・ハーモン・スクールを卒業後、バスケットボールの考案者であるジェームズ・ネ・スミスの誘いで、 マサチューセッツ州の国際 YMCA トレーニングスクールに入学する。1894年に卒業後は、オーバーン市の YMCA の体育教師として1年間働いた後、ホリー・ヨーク市の YMCA の体育教師として働いた。モーガンは中年のサラリーマンに対して体育を教えていた時に、バスケットボールは人と人とがぶつかり合う非常に激しいスポーツである。 ことに気がついた。そこでモーガンは誰にでも気楽に楽しめるスポーツを作ろうと思い、試行錯誤をした末に1895年にバレーボールを考案した。バレーボールは当時ミントネットと呼ばれていた。バレーボールの最初の試合はマサチューセッツ州ホリー・オーク市の市長と消防署長がキャプテンを務めるチームの間で行われた。1897年に辞職し、 コネチカット州、ニューヘイブンの YMCA に転勤。その後、故郷のニューヨーク州、ロックポートにある YMCA へ再転勤。それぞれ1年間ずつ勤務した。それからは、バレーボールとは無縁の仕事に就いた。晩年の1938年には、母校の国際 YMCA トレーニングスクールに招待され、体育館でバレーボール総案秘話を語った。前立腺肥大。 慢性胃炎を患い、気管支援と肺炎の併発により、1942年12月27日に死去。12月29日の葬儀には、当時すでに発足していた各バレーボール協会など、団体の関係者も参列した。モーガンの墓は、彼の故郷ニューヨーク州、ロックポートのグレンウッド墓地にある。ありがとうございます。